みみです。今日はラーメン影沢島まで来てます。少し前に期間限定のラーメンを食べたんですけど、いろいろなラーメンの種類があるのでまた来てしまいました。それでは入店したいと思います。ハイテクな食券機になってます。考えてみたらオーソドックスなメニューを何年も食べてなかったので、今日は人気ナンバーワンの嵐げんこつラーメンを注文したいと思います。あ、チャーシュー麺があるんだったらチャーシュー麺にします。すごい久々ですね。こちらの食券機は電子マネーが使えるので便利です。嵐げんこつラーメンの返しもありました。影沢嵐の有名なつぼにらがあります。このお店のお水は安心して飲めますね。げんこつチャーシュー麺960円です。背脂が浮いてて美味しそうです。久々にラーメン影沢嵐のナンバーワンのメニューを食べれるとなるとテンション上がりますね。味を忘れてしまったんですよね。スープはどんな感じでしょうか。ちょっとオレンジがかってるように見えますね。スープをいただきたいと思います。あ、飲みやすい豚骨スープになってます。ライトです。ライトな豚骨スープなんですけど、コンソメっぽい味もするんですよね。すごく美味しいです。この真ん中の赤いのは何だろう。スープに混ぜていただきたいと思います。あ、ニンニクの味がしますが、赤いのは何だろう。豚バラの柔らかいチャーシューをいただきたいと思います。チャーシュー麺にしておいてよかったです。食べやすい大きさなので一口でいけます。麺が出てきました。あ、割と細い麺ですね。麺をいただきたいと思います。若干柔らかめの麺になってました。店舗によってこれは違うのかな。麺が割と長いのですすりがいがあります。ラーメン花月嵐さんは30周年記念で、今食べている嵐げんこつラーメンをベースにして醤油や味噌、あと中華そば竹下食堂や豚そば銀次郎、家系ラーメンなどのスープを混ぜた 5G MAX と名付けて期間限定で食べれます。本当は期間限定の 5G MAX のスープを飲んでみたかったんですけど、基本の味の嵐げんこつラーメンの味を忘れてしまったので基本に帰ってみました。メンマもオーソドックスな味で美味しいです。海苔が気持ち程度入ってました。貴重です。スープは後半になるにつれてコクが出てきました。卵をいただきたいと思います。あ、思ったより味が入ってないですね。卵につぼにらを乗せて食べたいと思います。ちょっと辛そうですけどいただきたいと思います。これは美味しいです。
このツボニラは辛いんですけど、最初から入れればよかったぐらい美味しいです。チャーシューに巻いていただきたいと思います。別格の味になりました。珍しくゆかりが置いてあったので入れて食べてみたいと思います。ゆかりめちゃくちゃ合いますね。美味しいです。ごちそうさまでした。